こんなにはっきりくっきりと、結構本当に歴史的な映像って言ってもいいぐらい、打った瞬間血管凍ってなるんですよ、涙流しながら。そうです、生で見て拳銃を持ってる人がいたんですけど、それが子供だったんです。オーラとかも見えるようになりまして、入場予約も訓練で、朝3時には朝5時入りですよ。いや死ぬ、どう家まで30分かかるでしょ。ここでピッと、あ、これこれもじゃあ私もともとほとんど使えない話ですけど。じゃあ行きます。はい、あ、俺か、はい、どうぞ、お願いします。じゃあ僕、これは、まあ、自分で聞いた話なんですけど、はい、これを佐藤さんに聞きたいと思ってた話なんだ。おー、いいね。で、これがシンギュラリティの話。おー、いいね。聞きたくて、はい、以前ですね、落合陽一さんが出てました YouTube を拝見して、はいはい、もう人工知能が人間の計算能力と思考能力を超えるのが2025年だと言い切ったんですよ。早いね。早っと思って。俺らが聞いてたの45年とかじゃないですか。間違いないです。ね、こういくとしても早すぎねえかって思ったんですけど、その落合さん曰くマスに広がるのが40年から45年頃と言っていて、でそうなるとデジタルというのは今まで人間が管理してたのがそのデジタルネイチャーと呼ばれるようになって、うん、まあ、例えば川とか山とかと同じような感じでデジタルっていうのがある、うん、っていうことですね。人間はこのまずデジタルがあるのと自然というのがある中の中間に存在しているっていう存在になって、基本的には人間に残るのは肉体依存のものばかりが残るって言ってたんですよ。例えば、介護とか、あと土木建築とか、スポーツとかは残るんですけど、ただもっと根底を言うと人間にはほぼ暴力とセックスしか残らないというふうになっていて、で僕はこうなった時に意外とまたそのスピリチュアルみたいなものっていうのが変な発展をするんじゃないかなというような気がしていて、というのが多分そのデジタルが圧倒的に存在するっていうのを受け入れられない世代みたいなものが一定数いると思うんですよ、旧時代的な考えで。でその人たちっていうのが人間っていうのはその計算とか思考とかじゃ追いつけない、もうそういうものでは計り知れない何かあるんだ、愛とか友情とか目に見えないそういう付加価値みたいなものっていうのがあって、そういうものでつながっていくんだっていうふうな、まあ、ある意味でよく見えるけれどもちょっと宗教的な考えっていうのが発達していって、まあ、ある種スピリチュアルみたいなものの庭っていうのがすごく強化されていく側面とかっていうのが出てくるから、まあ、その時代が死に絶えた時にもうこの世界から心霊とかスピリチュアルみたいな概念っていうのはなくなってしまうのかなというふうに思ってたんですよ。でこういう未来っていうのは本当に来るのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思って、うん、落合さんの話はほぼ正しくてですね、まあ、私たち同じ認識をみんな共有してるので、はい、テクノロジーの領域の人たちはほぼ同じ未来を見てますし、はい、ほぼ同じようなスケジュールタイムラインを考えてますね、はい、なんでまあ AI の領域もそうですけども、基本的にみんなが、万人の目にさらされて使えるようになるのってやっぱ10年ぐらいのタイムラグがあるんですよね、うん、でスマートフォンも実は流行ったのって12、3年ぐらいからみんな普及してきたじゃないですか、うん、でもシリコンバレーの、あの先端の人たちってのは2000年代前半からスマートフォンの競争が主軸になるだろうってことで全員競争してたんですね。あ、なんで実はその Google も Apple ももう本当に2000年代前半ぐらいからコンピューターってのはこれぐらいになるだろうっていうことをみんな予期しながら全員競争を始め投資をして、ようやくそれが2010年とか12、3年ぐらいに私たちの目に入ってきてるんです。基本的に同じものを全員見てますし、今後どういうふうにシンギュラリティが起きていって、まあ、AI が起きていってっていう話も全員ほぼズレが、プラスマイナス5年ぐらいの差ぐらいしかないんです。ほぼもう分かってる未来をみんな動いていて、あとは自分をどういうポジショニングをしようかってことを考えてる。ああ、もうそうなんですね。ただガーファってこれ面白くてですね、本当にその天才が作った企業が世界をこう席巻して支配したみたいな流れになってるんですけど、うん、実際これアメリカの軍隊とかとズブズブではあるんですよ。でもともと Google のロボット部門っていうのは、DARPA って言われる、まあ、いわゆるその軍隊の組織なんです、はい、そうですよね。軍隊の機械を作る組織のトップっていうのが転職をした先っていうのが Google で、その先が Facebook に行くんですけども、基本的に軍隊の技術は流れてるんですね。だってそれこそ携帯電話なんて軍なんですね。大昔からですね。コンピューターもインターネットも全部一緒で、そうですよ。軍隊が使っていた技術っていうのを民間で使わそうと。だから軍隊で使うとなるとやっぱその石投げられたりとか、政府の人たちだから、まあ、国民から反対される。そうかそうか。だから誰かやってくれっていうことで軍隊の技術を民間に出すためにああいう企業が存在してる。なるほどね。
なのでまあ今軍で起きてるその最先端の技術ってのが時間差を置きながら民間にこう降りてくるんですよ。いわゆる僕らの元に届いてない最先端技術みたいのをその防衛費から賄っていく側面もあるんですか？それもありますね。でスペース X とかもなぜあそこまで大きくなったか、今の宇宙開発のイーロン・マスクの会社は何があそこまで大きくなったかっていうのも実は軍隊の費用っていうのがあそこに流れたんです。なぜなら次の戦争っていうのは宇宙がメインになるだろうということを考えたので、昔はインターネットということで Google、Facebook、Apple、Amazon を生かそうと、で次はおそらくは戦争は宇宙に広がるだろうと考えたので、スペース X って民間企業によって宇宙産業をまず覆っておけば、後々いろんな宇宙の産業に企業が起きたとしてもスペース X の、プラットフォーム土台を通さない限りはロケットが打ち上げられないって形になる。なるほど。先読んで、すごい先読んです。イーロンさんって、習近平さんが卒業された清華大学の顧問とかもされてますし、そうですね、中国との関係がめちゃめちゃ深いじゃないですか。テスラモーターズでもそうですし、部品の工場とか、全部中国なんで、イーロンさんってアメリカではどういう立場で動かれてるのかなってすごく気になるんですよ。多分国からしたとしても、ちょっとコントロールが効かない人物だと思われてる。国越え。今だって すごくないですか？イーロンさん。日本で全然話題になってないですけど、そう、ツイッターで暴露しまくってるんですよね。知ってます？なんか CA さんに金玉握らしたみたいなやつ。そっちの情報じゃない。陰謀論みたいなの言いまくってますよね。いや、そうなんですよ。ツイッターがさ、もともと伏せてた、それこそ、ワクチンの情報とか、コロナの情報とか、あとトランプのバン、アカウントをバンした情報とか、トランプをバンしたったらみんなわかるじゃないですか。はい、ただわからないように、裏でバンして表示させないようにするんですよ。そう。それも暴露するみたいなことを言ってて、で、その全部ファイルも公開してて今。それでもだって相当出たらまずい状況というか。いや、まずいです。だから、イーロン・マスクは。世論をコントロールしてたっていう証拠ですよね。もろ証拠で、民主党のその声を全部聞いて、彼らの政策通りに進めてたっていう。で、全部それも今公開されてるの、これどうなるんですか、でも。そう。イーロンさん、これやっちゃってるじゃないですか。そう。多分、イーロン・マスクちょっと危ないと思います。やっぱ危ないですよね。やりすぎで、結局一番力を持ってる人からしたら、都合の悪い存在になってるんですよ。ですよね。そのあと、命とか狙われてくるとか。それもありますし、あとはスキャンダルとか出てきたりしますし。だって今、次狙うって言われてる、ファウチって知ってますか、ドクター・ファウチって。そのアメリカではその、コロナの権威ですね。そう。もう何かあれば彼が言えば全て動くみたいな。彼を追放しろってツイートしてるんですよ。一昨日ぐらいに。そう、つい一昨日。だからみんなが次、やべえファウチの来るぞってなって今。ワクチン事情が全部。いや、そう。おそらく、まあ、推測ですけど、その、ロックダウンとか、そういったことを、やめろって言ってた勢力を全部、シャドーバーンしてたっていう情報がおそらく裏でファウチとツイッターが繋がって。ファウチもなんか個人メールが流出して。ありました。個人メールも流出して。研究所起源説が裏付けとなるようなメールが流出したんですよ。だからもう今発言が全然変わってきて。変わってますね。で、その、もともと、イーロン・マスクがこれリークしようとしてたんですけど、なかなか最近できてなかったんですよ。その理由が、法務顧問の方が、もっと確か FBI のジム・ベイカーっていう方がついてて、彼がストップをかけたらなんですよ。で、つい10日前ぐらいに、イーロン・マスク彼、クビにして。イーロン・マスク、で、ようやっと、ほんと1週間、10日前ぐらいから、ツイッターファイル1234って今5ぐらいまで公開されてるんですけど、次、おそらくファウチのが来るって言われて、近々。で、なんかそのデジタルネイチャーみたいなものが出来上がっていった時に、その、今は、まあ、既得権益という言い方で合ってるか分かんないですけど、その人たちが、まあ、コントロールしてるじゃないですか。その人たちの体制は崩れますか？それとも変わんないですか？一部崩れると思いますね。で、新しい世代も出てくると思いますし、あと今回で言うと、なぜイーロン・マスクああいうことをしてるかというと、もともとイーロン・マスクって、シリコンバレーとかニューヨークの一番めちゃくちゃお金持ってる人たちの一派ではなかったんですよね。あれを追い出されたんですよね。でシリコンバレーとかが追い出されてめちゃくちゃ冷たい冷遇をされてきた人間なんですよね。だから彼らは何の恩も感じてないので。これってでもずっと元を追っていくといわゆる陰謀論のロスチェルドとかロックフェラーってまだ力はあるんですか？はいはい、今はないと思いますね。ないですか？お金はめちゃくちゃ持ってますけども、お金はあるけど活動の力はないですね。そんなたまに投資家彼らの声は別に大きくはない、はい、そこまでではないです。ちょっとビル・ゲイツとかの方がやっぱ力がの方が強いです。ただビル・ゲイツも結局はその国を追われて、でボコボコにされて40代中盤ぐらいかな。で、マイクロソフトを辞めるんですけども。そうですよね。あの時もやっぱすごい狙われてましたね。だから、言うこと聞かなくなってきたっていうのがあってですね。逆にその仲間というか派閥はあるんですか？
あんまりないんじゃないか。逆に言うと民衆ですかね。民衆を味方につけて今みたいな状態になったら、から、はい、逆に彼が何かされたらもう 100% そこは。だからこそあいつツイッターとかが必要なんだってことですね。だから買収したっていう。怖いんだと。あんな意地になってツイッター買収した理由は、世論を味方につけたい。じゃないと危ないと。もう圧倒的じゃないですか、今。最強だ。彼以上のインフルエンサーはいないですから。いないですよね。多分恐怖をしてるのは、多分何か陰謀じゃないですけども、自分がやってないことを、やってない罪を作られてしまってっていうのが一番怖いので。そのデジタルでは、証拠が出るじゃないですか、今回のタック。あの、ツイッターの裏でやってた情報とか。はい、イーロンのその情報が出たとしても、これ嘘だよっていう、それを証明できるようになるんですかね。いや、ならないと思います。あ、それはならないんですか、今もやっぱデマは流れてますし、常にそのデマ合戦なので、ね。結局それはひっくり返せないんですか、全員がデマをこう覆い隠しながら、あの、真実と何か分からなくなっちゃうっていう状態になると思います。めんどくさいですね。自分が信じたいものを信じるって社会になると思います。今ってものすごく AI とか全部頭良くなってってるじゃないですか。AI がバカになる時ってあるんですか？ああ、あるんじゃないかな。良すぎて、もう、はい、人間から見ると、え、その判断っていう感じで、バカになるのか、バグるのか、合理的か、非合理的に判断するのか、なんか。そうか、そうか。それこそ、だから、人間、人類がウイルスだったら、合理的に人類を抹殺されることがね、地球存続になったら、それもあり得るってことか。私たち人間自体が合理的だって言ってるのは、私たちが見えてる範囲の情報から、そうです、確かに。論理を組み立ててるだけなんで。確かに。世界の全ての情報がちゃんと理解した、もし AI がいるんであれば、全然私たち答えが違うので。合理的も俺ら目線で話してるだけで、はい、これ限定合理性っていうんですか、ね、の箱の外から見てる人たちは、いや、お前ら全然合理的じゃねえよ、はい、バーンってできちゃうんだよ。AI が私たちが知り得ない情報まで理解できるようになったとしたら、私たちが考える答えとはまるで違うものになると思います。それこそ、僕その二人の対談見てて、はい、確かになって思ったのが、はい、苦しみとかがない方がしんどい。その目標とか、なんか、ここに向かって頑張ろうとか、まあ、もう年だから今のうちにやりきってやろうが、なくなるのって結構しんどそうですよね。そうなんですね。生命と言えるのかも。それで言うと、マーターズっていう、もうなんかそこら映画があるんですけど、はい、その、人間を痛めつけて、精神的にも肉体的にも痛めつけたら、その、なんか仮死状態というか、ある種臨死状態で、あの、生きてるけど死んだ状態の人が何を見えるかと。気になった組織が実験というか、まあ、暴行しまくるんですよ。で、主人公が最後、あの、暴行されまくって、彼女は生き残ったまま何か見てるんですよ。で、そのトップの組織の人が、何を見えたって言ったら、なんか喋るんですよ。僕たちは聞こえないんですけど、それ聞いた、そのトップの人は、その後、自殺したんですね。で、ここで一番、あ、確かになと思ったのが、答えをしちゃったら生きる意味がなくなっちゃうんですよ、おそらく。人類、人間って。ある意味、その答えを探すために、こう試行錯誤して生きてるから、生きてて、それを知っちゃったら、だから今見たく快楽とか全ての感情、ね、無の状態になっちゃったら生きる意味がないから、もうそこで死を選んだというか、もう死ぬしかないというか。それこそあのフリーメイソンの、あの、正十二面体の謎を解き明かせっていうのも、はい、解けた人は自死してます。そう、解けた人は死ぬ、窒息死したって言われてるんですよ。悟りを開いた人は、究極の。マーターズも元が、あの、フランスのジョルジュ・バタイユが書いた、はい、本に、中国の刑罰の中に四肢を切断されてそのまま生きたまま貼り付けになるっていういわゆるダルマ状態みたいな、うん、みたいな、写真も載せてるんですけど、これがやっぱり究極のエロス究極のエロスとあのそういう話してたの今、え、何まあだから生きるあの生命力の真髄みたいな、だからそこで目が何を語ったんだろうみたいなのをそのバタイユが最初、例えばその分かった瞬間にもう死っていうのは人間のその知能の話じゃないですか、はい、でも人間が生物として考えた時にやっぱり生物の一番大事な使命ってやっぱりこう種の保存だと思うんですよ。やっぱ、ね、植物であれ、昆虫であれ動物であれみんなそうじゃないですか。で人間もある意味こう生物ではあるからやっぱり種の保存っていうことがやっぱりすごく大命題だと思うんですね。で僕は結婚してで子供生まれて奥さんとはもうそういうこともなくなり、はい、で今このご時世だからあもう自分はもうこれから一生そういうことができないんだって思ったんですよ、はい、あもう俺は一生そういうことができない人生なんだって強く認識して覚悟した人があったんですよ。で翌日にここから白髪入ってたんですよ。怖っと思って。やばいな。そう。お前も人生お疲れ様と、もう死へとカウントダウンが始まったんだっていう。この間ね、その、ロケが終わった島田秀平さんの写真見せてもらったんですよ。おじいちゃんみたいな顔になってたんですよ、本当に。あの、すごい。
すごい、もう本当に写真後でじゃ あのこれあの皆さんに見ていただきますか。本当なんですか。本当なんですよ。今持ってきましょうか。 ありますよ。編集所を使っていただけるといいんですけど、あのロケが終わってもうこれから周平さん帰りますよってなった時の車に乗ってる周平さんしたらもう70歳ぐらいの人に、ほんまや、ほんまや、追いさらばいてるんです。全然違う。もうだから本当すべての勢力をなくして、魂抜き取った状態にすると、で先輩のさんが昔老人ホームで働いてたんですけど、もうさん年から年中あのおじいちゃんとおばあちゃんのセックスを見てたらしいんですよ。でもそのやってるおじいちゃんとおばあちゃんって結構すぐ亡くなるらしいです。最後ってことか。最後に死を残そうっていう。出し切りたいと。人間ってその理不尽とか不合理とかそういう方向に行きやすいよなと思ってたのが、最近のあの世界のトレンドになってるドラッグってもう死に至るドラッグなんですよ。ドラッグの歴史って基本効くもの効くもの効くものって追いかけてきたじゃないですか。はい、今もう聞くものは死ぬやつなんですよ。快楽ではあるんですか。すごい快楽ではあるんです。いや、もうやってる現場とか見たことあるんですけど、例えば南アフリカとかだと代表的なやつでニャオペっていうのがあるんですけど、殺素剤とか入ってるんですよ。でだからあの打った瞬間血管黒くなるんですよ。ブワッと、なんか映画で見るような感染みたいなね。でもそれの涙流しながら、ゴンザレさん生で見て見てます。ちょっと普段はもうすっごいきつい仕事とかも底辺土手もうそもそも安いんですけど、そのドラッグ自体がで、そのすごい土底辺の人生を一瞬忘れられるってやってるんですよ。で何回かやってると死ぬんですよ。それをある意味安楽死みたいな、体が、まあ、末期がんだったりしてもうしょうがない、はい、これきついやつでっていう風にやってた人もいたから、一概にね快楽のためとは言えないんですけども、でもやっぱりそういうところに行くってすごく不合理で、なんか AI だったら出さないやつなのかな、結論なのかなとか思っちゃったり、その全体として自分が不要だっていうそういう判断をされたってことですか。その社会全体として、要は種で自分がそのコミュニティ内で必要ないって思ったら、はい、自然にそういった王に転がっていくってことですよ、なんかそういう風なモチベーションになってしまうってことは、おそらく全体の種の中でちょっと言い方悪いですけど間違ってるなと、これはその良くないなということで、まあ、排除のプログラムが走ってるんじゃないかなという、すごい。それで分かるのが、これ面白いのが、そのおばあちゃんおじいちゃんとかがお金を孫にいっぱいね、お年玉だよとかあげるじゃないですか。けどそれってもらった方がいいって話があって、断っちゃうと早死にするらしいんですよ、老人が。だから自分が頼りにされてるっていう存在意義が必要で、いっぱいもらった方がいいんですよ。だからもういらないよ、本当に大丈夫だよってね、自分であの自立してるから大丈夫とか言っちゃうと、もう生きてる意味なくなっちゃったってなって、なくなっちゃう人が多いらしいんですよ、自然と。前に佐藤さんの話聞いてて、その成功者の共通点は運であると。まあ、運がいい人がまあ成功を掴んでいくっていう共通点があって、運がいい人って何なんだろうっていうのもお話聞いてて、確かにそれ当てはまってますよね。その自己肯定感とか、みんなが自分を必要としてくれるっていうマインドに自分でなってるから、相手のマインドも共通で認識をそういうふうにできるから、この人は必要だって思わせる力を自分で身につけた状態で生きていけるから。一方であの DMT を含むアヤワスカっていう薬草があるんですけども、ペルーとか、ペルーとか南米にあるんですが、それはあのそれを服用することによって臨死体験とほぼ同じ体験ができるって言われていて、トリップしていって臨死体験。そうです。それがまた共通のその工程を踏むというか、みんな同じような体験をするわけですよ、それを飲むことによって。だからその臨死体験自体も脳の中にもともとプログラミングされてるのかもしれないんですけれども、不思議なことに臨死体験をすると生きる気力が湧いてくるんですよ。死ぬのが怖くなくなるっていうのと、いろんなことにあの生きてることの実感。なるほどね。あの成仏ってまあ虚無ですからね。確かに。その無になるのと同等な感じだと思うんで、だからそれって生前成仏だとミャンマーのお坊さんとかあの修行山ごもりして出てきて、あのもうあの何ていうんですか、悟り開きましたというふうになった人たちのレントゲン取ったら脳ツルツルなんですよ。え、そうなんだ。シワがなくなるんですよ。そうなんだ。だからこれすごいね。あんま言っていいか分かんないけど、ここだけあれですけど、あの会の先輩がそれに詳しくて、はい、で聞いたら、本当にあの悟り開きましたって言ってた時は結構ツルーンとしてるんですよ。でも余分なことを全部削ぎ落とされた状態で、無になれって言いますけどね、よくね、一個のギューンともう全てを悟るという状態に入ると、もうそれあとはもう、飯食ってうんこして寝るっていうところだけしか残ってない。
もう生きるだけ。そう、最終的にそのチベット密教のお坊さんとかは、あの虹の体って言って、体から七色の光を発して、3、4歳ぐらいの子供に戻っちゃうんですって。で、すごいお坊さんだと、そのまま体も消失するって言われてて、それ目撃した人がたくさんいるんですよ。まさに無になったってことですね。そう、虹の奥義っていう。虹の奥義。最終奥義みたいな。最終奥義。そう。なんか、何でしたっけ、ね、あの、仏教の即死。そう。即身仏。即身仏のよりさらにってことですね。さらに、はい。虹色を放っていたの。で、消えるんですよね。消えるんですよ。最終奥義。最終奥義。物質が消えてしまう。首相ないし、首相に近い人物が暗殺される事件が起きると、その国の未来というのは劇的に変わっていくっていう、その、過去の歴史の統計。それはどういう意味で劇的なの？じゃ、続いて、はい、バンバンちょっと行きたいな。そうですね。行、はい、きましょう。行、はい、きます。3問。あ、来た！水さん。じゃあ私もちょっと事件系にしようかなと思うんですけれども、先日あのパリ人肉事件で、オランダ人女性を食べてしまった佐川一生さんがお亡くなりになったんですけれども、あの実は私佐川さんがご出演されているドキュメンタリー映画の配給をあのやったことがありまして、それもあって、佐川さんの弟さんである佐川淳さんとの交流があったんですよ。なので、昨日も佐川淳さんにお電話して、直木マンションでお話ししてたんですけど、確認を取らせていただいたんですけれども、この彼の人生っていうのがものすごくてですね、やっぱり人を食べたお兄さんっていうのがあまりにも強烈すぎて、その陰に隠れていたんですけれども、この淳さんもとんでもない性癖を持ってたんですよ。性癖？はい。で、彼がどんな性癖かっていうと、自分の腕に有刺鉄線を巻いて性的快楽を得るっていう究極の自虐行為を、3歳の頃から続けていた。3歳、はい、続けていたんです。3歳から、はい、3歳でどうやって有刺鉄線手に入れたの？あの3歳の時に輪ゴムがたまたま腕に挟まってて、あれなんか気持ちいいって思ったら輪ゴムがあ、じゃあ、何でもいいっちゃいいんです。まあ、痛めつけるような、締めつけるような。子供ってね、輪ゴムとかやりますよね。やりますよね。でそこから目覚めたってこと？で、その後は、だからなんか、ブランコとかでも、ブランコに乗るんじゃなくて、ブランコの椅子と鎖の間に丸い輪っかあるじゃないですか、接続部分に。そこにこう入れて、気持ちいいってやってたんですって。手を貫通させて。うん、そう。輪っかが。大人になるにつれて、それがどんどん過激化していって、有刺鉄線巻いてたりとか、あの、キリで切りつけたりとかっていう。あ、だからちょっとその M 体質っていう。そうです。ちょっとどころじゃないですけど。ちょっとどころじゃないけど。で、だからそのドキュメンタリー映画の中では、兄貴、僕もあの告白しなきゃいけないことがあるっていうことで、あの、僕も変態なんですみたいな。あの、変態の送りにしてほしくないですけどね。でも、親が気になりません。そう、その場合って、なんでその、まあ、兄弟でそうなったのか、なんか明確なあれはあるんですか？ないですけど、二人ともすごく知性が高くてですね。高いんですね。淳さんも慶応大学出て、その後、あの、広告代理店に働かれて、で、あんな事件があってからもずっと働いてるので、すごく優秀だったと思うんですよ。で、あの、口ぶりも穏やかですし、佐川一生さんに至っては、そのパリで事件を起こして、その後精神疾患認定されて、はいはい、あの、無罪になってるんですね。まあ、ある意味そうですよね。なので、その後テレビでも活動されてましたし、芥川賞も取ってるのかな、あの、作家としても活動してたので、なんかその、あまりにも高い知性が、こう、生み出してしまったのかなっていうところもあるんですけど、あとはだからその、もしかしたら遺伝的要素とか、なんかいろんな。佐藤さん的になんかやっぱ、結構エリートの方とか周りにいらっしゃるじゃないですか。まあ、それこそ知能高い方は。はいはいはい。なんか、変態じゃないですけど、そういった性質の方とかってやっぱ多いっすか？いや、めちゃくちゃいます、ね。やっぱそうなんですか。最後に行き着く先はそこっていう。それは、なんでなんですか？いや、なんか不思議なんですけど、みんなその理性的で、ちゃんと自分のやってることがどういうことなのかって分かってるんですよね。でも分かってるけどやめられないっていう人たちはものすごいいてですね、なんでこんなことするんだろうって聞いても、いや、分かんない、止められないんだって人たち。そうなるとお金はあるわけだから、はい、それをお金で解決していくっていうことで。そうですね。はい、やっぱ夜な夜な怪しいことが行われたりするわけですか？うわ、ありますね、本当に。そういう話はよく聞きますね。でですね、はい、ちょっと何の写真出そうとしてるんですか？佐川さんの、その家に、家の様子っていうか写真ですか？これがその有刺鉄線です。この、これに腕を巻いて。結構、でかいっていうかでかい。大きいみたいな。ここに、このナイフとか包丁とか切りとかを。それ今でも？今でもやられてます。ずっと。
寝室のベッドの、はい、ご結婚とかはされてるんですか？いえ、されてないです。やっぱりその事件があってお見合いとかも全然できなくなってしまった。スミさんここに行かれたんですよ。行きましたね。どういった空気でした？いや、やっぱり重いですよ。すごい部屋にこんなね、有志接点なんてないですもんね。でもこの佐川さんと一度イベントをやらせていただいた時に、はい、まあ佐川さん、純さんが喜ぶかなと思って M 嬢の女の子を呼んできてその子と一緒に有刺鉄線巻いたりとか、それがどんどんエスカレートしていって、あの二人で切りつけ始めて、その時は警察に通報されました。いや、さすがにでも何やってるんですかってだからみんなのちょっと声を代表して何やってるんですか。なんかさっきね、やっぱりこう経営者の方とか、そういうトップの方たちってそういう闇も持ってる方が多いって話ありますけど、うん、芸能界でも一つ都市伝説ありますよね。なんかすごい大御所の俳優さんが超ド S で、あ、誰ですか？有名ですよね。なんか女性に指一本100万払うから全部折らしてって言って折ってったっていうので興奮してた人とかって、あ、なんか有名ですよね。あれ、なぜか記者の方があれはガチだよって言ってました。ちょっとピー入れるので、うん、そうですよね。僕も聞いた。当たり前ぐらい。なんか噂で広まってます。それはでも、ゴンザレさん的にも噂程度ですか？噂というか、普通にそういう話、事実とは言わないけど、そういうふうに聞いてます。確かなんか訴訟するとか言ってたような気がしますよ。あ、じゃあ、島田さんの情報だと、僕の情報でした。あ、はい。僕が、今、佐藤さんの佐藤さん。俺のせいでしょ。一応、島田さんの、この辺が詐欺師ってところです。誰が詐欺師か。でも、本田さん、聞いたことありました？あ、もちろん、普通に、記者仲間の間で普通に語られてる話。え、佐藤さんも、ご存知でした？こういう話、無限に、本当無限に。本当無限に。で、大体半分で正しいですね。まあでもね、経営者とかトップどころになると変な人っていっぱいいたりして、名前多分出せないと思うんですけど、僕北海道に自生してる X を探しに行ったことがあるんですよ。取材でね。まあとある町があって、そこでこういろいろ聞いて回ってたら、ここよく有名な人来るんですよって、とある方がもうここに別荘を持ってて、その人の、別荘の周りめっちゃ入るんで、役所で専門の抜き去り係ができたぐらいなんです。おいおい。めちゃくちゃ見えてました。もう、当たり前のように。はいはいはいって。超有名な話です。超有名なんですか。まあ一回逮捕されてますしね、うん、そもそもね。これは当たり前の話ですね。で、逆で、ですね、はい、何もない本当のホワイトな人を探そうが難しくてですね、ほぼ全員95-96%ぐらいあります。で、逆に言うと、本当に清廉潔白で聖人君子の人たちの方が少ないので、私たちの中で言うと、本当にこの人、普通の人だなっていうとみんな驚きますね。あ、じゃあ普通の人だと。逆に佐藤さん的に、多分この人はクリーンだよっていう人いますか？逆にそっちを聞いてみたいです。スーパークリーン。はい、ですね、世の中で嫌われてる人たち、例えばそのアンチがいたりとか、はい、炎上したりする人たちの方がいい人です。あー。へー。なんで、まあちょっとピー入れてもいいですけど、さんとかさんとか、ああいう人たちの方がいい人です。で、ああいう人たちって嘘つかないんで、裏表がないんですよね。で、まあ多分喋っちゃって嫌われて石投げられるあるんですけども、やっぱり一番その立ちの悪いのは、社会貢献とか世のため人のためっていうことを高らかに言う人たちってかなり怪しくて、ね。俺いつも言ってるわ、やばい。うわ、やばい。やばい、やばい。これもう結構サイコパス的な話なんですけども、裏でやってることと喋ることが全く違うって人たちの方がやばくてですね、これ数がかなり多いですね。それは、カンフラージュってわけではなくて、本当に社会貢献をしたくてしてるんですか？2タイプです。本当のサイコパスの場合と、あとはですね、単純に振る舞いとしてそうやった方が有利だっていうことを分かっていて、社会貢献とかやってるとね、お金集めやすいですもんね。うん、そうですね。僕、裏社会ジャーニーっていう YouTube やってるんですけど、はい、今93万人ぐらいまで来たんですけど、はい、すごいな。ほぼ案件来ないんですよ。イメージが悪すぎて。乗せられないですよ、ね。イメージが全くもって悪くてですね、本当に、だからイメージって大事だなと。だからイメージ作るためにやってんなと思いながら、僕とかその裏の顔とか見たときに、なことやって金集めてるけど俺よりえぐいと思うんだよなーって、そこにいっぱい企業出資してんなーとか思う時ある。変で普通ってことなの？その性癖がおかしいとか何か良くないことをしてるってことがデコなんですよ。千葉さん、そのサイコパスな人の手相とかわかるんですか？例えばその見た人が後々事件を起こしたとか。一つ言えるのが、これ感情線っていう線なんですよ、これ。
これその性格を表すと言われてる線なんですけど、絶対カーブするんですよ。カーブしますね。はい、します。そうですよね。はい、しますで、グイーンって上がれば上がるほどロマンチストとか、熱しやすいとか、下がってくると仕事人間とか、やっぱりカーブするんです。はいはいはい、人間ってもう性格でやっぱりいろんなこう浮き沈みがあるんで。確かに。ただ、何人か僕も見たんですけど、定規で引いたみたいにまっすぐってしてるんですよ。で、これは一応手相学的に言うと、感情の全くの浮き沈みがないっていう、振れ幅がないってことになって。ちょっとサイコパス的な。で、僕、まあ、あれですけど、何人か言いましたけど、まあ、これはダメでね、あれです、P ですもんね。まあ、そのうちの一人は、わかる。まっすぐ。確かに。ちょっと、ほとんど使えない話です。全部、これ全カットです。全カット、全カット。全カットです。あと、なんで俺、まだ順番来たのに、この子が病気振ってるんですか。ローマが隠し持っていた大量の資料があって、そこに宇宙人の歴史とか。この最後の最後に、島田秀平さんの、これを超えてくる。これを超える、最強の都市伝説。パスで。一応、振っときましょうか。一応振りましょう。次行きますね。知ってます？俺だけ出てないっていうね、こと気づいてから、俺もう、口数減ってるんですよ。確かに。喋ってないのになんかもう、口の中が。めちゃくちゃ喋ってたのに。これなんか出ないとすごい緊張感ですね、ここね。早く出てほしかったな。いや、佐藤さんありがとうございます。やめろ、おもろかった。いや、おもろすぎて、ちょっとマジに、行きそうになりましたもんね。本当に。対談で、何個かコメントで、この瞬間、直樹マン行ってるねって言って、これ冗談だし、10人ぐらい起きてました。エクスタシー感じてるね。すごい。10人抜き。本来はその表に出しちゃいけない話なんですよ。もちろん。私たちも全員。もちろん。私がありうだから出してるだけだって、本流人たちってのはそんな話はするべきじゃないし。もちろん。芸能も一緒じゃないですか。そんな話は外にするべきじゃないんだというのが。みんな共犯者になりましたから、これ。そうですね、これで我々は。私たち全員ありうだから喋れるんですよ。そうですね。確かに。大手に行ったらこう出れてない。絶対ダメです、ね。そうですよね、本当に。もう全部 P ですよ。私も上場企業の代表やってたら、普通に呼ばれますね。何をしてんですかって。呼ばれます？何してんですかっていう。距離があるから言えるんですけども。そうか、自由になったって言ってました。ど真ん中にいた場合にはもうできないですね。呼び出しくれます。ありがたいですよ。ありがとうございます。マジでありがたいですよ。ありがとうございます。今回。じゃあもう終わりでいいじゃないですか。一応次行きますか。行きましょう。うおー、これ、全部使えます、今の。待ってましたよ、シュウヘイさん。今ね、これね、マジで4が出なかったら何回もね。何やり直しになって。必要に振らなきゃいけなかったんですけど、出ました。すごいっすね。持ってます。どっちが持ってるんだ。いや、本当だよ。どっちが持ってるんだか。いや、これも直樹マンスターになってるでしょ。いや、じゃあ、島田さんの、じゃあ、そうですね。伝説ちょっと、聞きましょうか。本当にこれが、果たして合ってんのかどうか分かりませんけど、全然これぞ都市伝説だってちょっと話させていただいていいですか。ぜひ、はい。じゃあ、まあ、今ね、すごく大変な世の中ですけども、はい、やっぱり救世主っていうね、存在がいるんだったら、やっぱこう存在ね、いるんだったらこう、やっぱこう出てきてほしいっていう、まあ、そんな中で、救世主とは誰なんだっていう。はいはいはい。で、その救世主はもう現れてるのかっていう、今、都市伝説が、ちょっとこう、すごく盛り上がってますんで、今日その話を紹介したいと思うんですね。まあ、この話をする前にですね、弥勒菩薩という菩薩様って皆さんご存知ですかね。はい。なんかこう特徴的なポーズしてる。はいはいはい。あれすごく人気なんですけど、あれ人気の理由としては、このポーズがね、印象的だったり、顔もお綺麗だったりもするんですけども、弥勒思想っていう考えが、まあ、すごくこう人気の理由であるんですね。弥勒思想何かっていうと、お釈迦様が亡くなった後、世界は荒廃して世の中になっていく、末法のようになった56億7千万年後に、弥勒菩薩がこの世に降臨して、人々を、まあ、一つにして世界を幸せに導いていくんだ。だから弥勒菩薩は、救世主なんだっていう考えが弥勒思想っていう考えなんですね。で、これでまあ、すごく人気なんですけど、その弥勒菩薩、早く現れてほしいじゃないですか。でも、56億7千万年後って、すごい先なわけですよ。ただね、地球が誕生しても140とかですか、ね、46億年とか言われてるんですか。あ、地球がそうですね。宇宙が130か138で、地球が46億年ぐらい。そうですよね。で、人類が誕生してまだ数十万年。そうですよね。で、お釈迦様亡くなってまだ3000年ぐらいとか、はい、56億7000万年後って、これ何なんだ、これもう全然関係ないじゃんと思ってたんですけど、最近の研究でこれ単位が違ったんじゃないかって言われましたんですね。56億7千万年後じゃなく、これ56億7千万人、人だったんじゃないか。人の数？はい。これなんかね、ムーの三上さんに教えていただいたんですけど、なんか昔はなんかその、乃木編に人と書いて年みたいな、
で結構その人と念っていうのがごっちゃになってたみたいなことがあるみたいで、やっぱりそのね、救世主が現れるっていうから何年後って勝手に思ってただけで、本当これ人だったんじゃないのって最近言われ出したと。じゃあその56億7千万人って何の数かっていうと、世界の人口なんじゃないかっていうふうに、まあ、みんなが気づいたわけですね。今現在人口がおよそ80億人と言われてます。そうですね、もう超えてるんです、ね。うん、じゃあ56億7千万人になった年に弥勒菩薩救世主は地球上に誕生してるんじゃないか。じゃあその56億7千万人になった年っていくつかっていうと1995年なんです。お、95年に世界を一つにして人々を幸せに導く何かが生まれてるんじゃないか、それこそが弥勒菩薩なんじゃないか。95年っていうとあるものが発売され、20世紀最大のヒット商品と言われたものが出たんですね。Windows、 はい、あー、 Windows 95が発売された年なんですね。誰によってみんなが家で、まあ、インターネットがこうできて、うん、世界とつながれるようになった、まさにこう世界が一つにこうなれるようなものが生まれたのが95年なので、もしかしたらこういったインターネットのことが弥勒菩薩なんじゃないか、まさに世界を一つにして人々を幸せに導く存在っていうのはインターネットのことなんじゃないかという話がありまして、で、まあ、あの Windows95 というと、まあ、マイクロソフト社、綴りで言うと MICRO マイクロですけども、これをアナグラム変えていくと MIROC ミロクという文字が出てくるんじゃないか。あら、でさらに、あの、まあ、これは日本語になってしまいますけど、まあ、インターネットってね WWW から始まって、うん、ワールドワイドウェブ、まあね、これもね数字に置き換えられますよね。666666というと3つの6、ミロクという、はい、なんかそういうのがつながっていやー、まあね、やっぱり確かにインターネットっていうとまさにみんなをね瞬時にこう世界とつないで、ね、使い方によっては幸せに導いてくれる存在かもしれないということで、確かに、はい、まあ、こうね弥勒菩薩っていうのが救世主、インターネットのことなんじゃないかなという話があるんです。すげえ。いいですか、めちゃめちゃ恥ずかしいんですけどいや、本来はこれです、トシエンスさん、そういう発注だったからだから俺はこういうの持ってきたらみんなが全然違くて、もうなんかもうすごいなんか武闘派の話してくるから俺どうしようと思ってたんですよ武闘ストロングスタイルすぎず、皆さんが、いやいや、さっきの話も相当ストロングスタイル、いやいや、でも今のはまとまり的に、パッケージ的に一番綺麗に収まって、うん、なんね、でバッケンさんそうでしたよね。いや、本当に今みたいに都市伝説を聞く回だと思ってた、もうそんな話するとも思ってないですし、だって全然こんな想像してなかった。いや、まあ僕も皆さんにお任せっていう感じではありましたけど、ガチモンのどっからどこまで放送できるかが分かんない。さっきの写真も含めてね。あ、写真めちゃくちゃ衝撃的。写真絶対ダメですよ。いやいや、僕のやつは現場の写真があるとか。さっきあの休憩時間にね、あのお話しされた青木柄受配で、されてた瞬間のお写真を全員になんか見せて回るっていうね。はい、これですよ、さっきの。ゴンザレスさん的にはああいうのを見てももう普通っていうか慣れちゃって。そうですね。それがだから最近の悩みどころです。普通じゃない自分が。なんかチューニング合わないっていうか。一個だけその動画見せてもいいですか？その横澤プロダクションの動画なんで。いいですか？ちょっと今回のこのスミさんの横澤プロダクションさんは、今日本で一番怪奇現象が起こる場所で。三軒茶屋ね。三茶にある劇団、ね、劇団の見える練習スタジオみたいなとこ。あ、ここで見えますよね。まあ一応映像はない。流すので多分。暗いんでこれで。あ、出た。やばい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 。嘘でしょ。思いっきりする。こんなこと言える？こんなことあります？これ合成とかじゃないんですか？合成じゃないです。一旦じゃあ戻って反応しますかみんな。いやこんなことないってますか？これ本当に？いや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 。ちょっと。あ、皆さん見ました？いや、ちょっと思ってたよりもガチすぎて。そうなんです。見ました？思ってたより手でした。え、なんか、じゃあ、そうか、写真とか映像には何も感じないというか。わかんないですよ。ただ、これに関しては、すごく変なのが、まず、スミさんがライトを当てると、ちゃんとライトに当たる。
え？そう、だからホログラムでは絶対ない。え、どういう意味ですか、ライトっていうのは。その場にいた時に。その場に。質量がある。そう。え、生でも見てるんですか？生でも見てる。生でも見てるんですか？何回も見てます。もう5、6回。何回も？はい。え、スミスは霊感ないですから。ない、ないです。あの、本当に、検証行きたかったら全然。あ、本当に。誰か隠れてる可能性は。ね、100% ないです、上から人が手を出してるってことはない。天井も隙間もないし、気持ち悪い手でしたね。出る場所が天井だけじゃなくて、床からも、あの、壁からもいろんなとこから出てくるんで、しかも人間の手より大きいのが出てきたりとか。あ、実寸じゃ、手の実寸じゃないの？同じぐらいのも出てくるし、たまにちょっと一回り大きかったり、あと、目撃者の証言を聞くと、6メートルぐらい伸びる時もあると、手が。誰か走ってって、バッて捕まえる人いないんですか？それをやろうとしてたんですけど、やろうとしてるんですか？近づくとやっぱり引っ込んじゃうんですよ。これ不思議なんですよ。はい。ちょっと。この場所だけじゃないですよ、このビル全体で結構なんかそういう不思議なことが起きてるみたいですよね。なんかビルそのものを Google Earth で見て、でバーって近づくと、ここ三茶の本当風俗とかガールズバーとかばっかりあるところなんですけど、ビルの1階に小学生が2人いるんですよ、Google Earth で見ると。で1人は階段でうつむいてて、でもう1人の女の子はなんかこんなピースみたいにやってるんですけど、あの寸尺が変なんですよ。その背が小さいとかじゃなくて、女の子が全体的にめっちゃ圧縮されてるみたいな状態で、そこにいる状態。顔も全部 Google Earth の画像が。Google Earth の画像。これは多分今も見れます。ね、見れます。で、目線が入ってないんですよ、だから。で、男の子のその写真の後ろ側にはもう一本手が出てるように見えてて、Google Earth で。でもね、すみさん、島田さんもね、こういった階段のお仕事結構多いじゃないですか。はい。ここまではっきりとしたものってなかなか。ないですね。もうこんなにはっきりくっきりと。結構本当に歴史的な映像って言ってもいいぐらいですよね。ランプを使って、イエスなら1回、ノーなら2回点滅してくださいって言うと、それで会話ができることが分かったんですよ。ちょっと。本当に本当本当で、だからでもそこから導き出されたのは、幽霊って脳を持ってないはずなのに意識は確実に存在してて、会話が成立してたっていう。これがそのなんか遊びたいのみたいなことをコックリさんにやってる時に、なんか天井から突然落ちてきた、でしかもほとんどじゃなくて誰かが投げてる。天井っていうのはどういった感じなんですかね、その、完璧にタイル型に埋められているのか。いや、スタジオなんでちょっとポコポコ空いてるんですけど、その日私これが落ちてくるまで7時間ぐらいいて、もう全員全部調べてるんで人は絶対にいないし、そんな仕掛けもなかったんですけど、これがなんか遊ぼうよみたいな話してた時にポンって落ちてきたんです。これ実際のボールですか？そうそうそう。すごい、異次元から来た。異次元から来た。触りますよ。ちょっと、まあ、ビリヤードテーブルだし。本当に理解ができない霊障というか、で、さすがに、まあ、僕、スミさんはじめいろんな人がこれ幽霊じゃねえだろってなったんですよ。なった。で、徹底的に調べましたよね。かなり調べました、ね。例えば映像のプロ合成じゃないかとか、はい、あとはマジシャン、はい、スミさんがマジシャンの方に頼んで聞いたりとか、はい、あとは科学的なアプローチでこういうものが映像の中だけで現れることはあるのかとか聞いても全部ない。大前提で嘘をついてることは絶対ないですよ、ね、100% ないですね。こっちはやってないんで、相手が何か仕掛けてんじゃないかっていうのはずっと疑ってたんですが、それも完全に白で、もう一個すごい映像が撮れちゃってて、あの後で皆さんにお見せしますけど、もう手以上のもう顔もう全体です、ね、はい、ちょっと今見れますか？見れますよ。遊ぼうよの意味ってこれでも誰もつくまないですよ。ギャグボールですよ、え、これ本当にギャグボール、あれですよね、ここにこうやって SM の時にやる遊ぼうよの意味が SM グッズのそっち、あれスミさん、あれあれあれアストラルとリアルがちょっと混合してるんじゃないですか。しかもなんかあのコクリさんやってたらスミさん可愛いって出てきて、ギャグボールです、間違いない。本当ですかこれ、本当に遊ぼうよがこっち側ですね。ちょっとなかなかスケベな、なんかちょっと聞きたかったんですけど、ゴンザレさんいろんな世界回ってるじゃないですか、はい、幽霊とかそういったものはないんですか？まあないですね。ないんだ。昔からね、都市伝説とかは僕雑誌記者とかそれやってる頃から書いたりしてるんで好きなんですけど、僕自身が体験することはないですけど、そういう場合行くと、まあよりディープな人間ドラマを見ることが多いので、
あの墓地とかで、ね、スラム化してるところとか、はい、暮らしてる連中とかが話を聞いたりとか、そういうとこ行ったりとか、もう全然やってるんですけど、まあ、お目にかかったことない。これ何なんすかね、わかります？あのうちの先輩で、霊感ある千原誠二さんの先輩が、お化け見える人なんですけど、はい、その人もまあよくアフリカとか、はい、南米とかいろんなとこ行ってるんですよ。で、その中でシエラレオネっていう国に行かれたことがあって、その国、国民の半分が腕がないんですよ。で、これが、その国の中で、まあ、単純に言うと東西で内戦をやっていて、で、まあ、相手国の子供っていうのをまずパッてさらってきて、殺されたくなかったら自分の親殺してこいって言われるらしいですね。で、親殺してきます。だから今、シエラレオナで生き残ってる若者は全員親殺したことあるらしいんですよ。うわ。で、なおかつ勝ち、まあ、いつか決着がついて勝ちましたってなると、勝った方は相手側が二度と武器が取れないように腕を切るらしいんですよ。だから国民の半分が腕がないっていう国で、ここに誠司さんが行った時に、もう幽霊とかそういう概念がそもそもないって言ってました。生きてる側がそういうものがあるってある程度共通理解、例えば日本だったらそうは言ってもみんな初詣行くじゃないですかとか、なんかそういう共通スピリチュアルみたいのがもう全くないっていうところに行くと、もうその概念すらないから、ちょっと幽霊見える人いても何人もいないって。これちょっとね、つなげるわけじゃないですけど、そので佐藤さん以前話した僕、その宇宙が存在、全てが存在してるのは俺ら観測者がいて成り立ってる、みたいなちょっと話じゃないですか。かなり近い。自分たちが意識的に、見ようとしてると。見ようとしてなきゃ、ね、結局存在もしないっていう。ねえ、だからまあ、ある意味リアルを見てきてる分、そっちは一切興味ないわけじゃないですけど、まあなんかね、視野にないから、だっておそらく一番世界回ってますもんね。興味はあっていろんなとこ行くけど、うん、その霊的な話とかが、なんかね、それぞれ幽霊っていう言い方をするからなんか同じものを考えてるかもしれないけど、日本の幽霊感と全然違うんですよね。で、あの国、イギリスとかアメリカだといて当然、そういうバックストーリーがあるんだったら、ね、いて当然でしょって考えたりするし、あ、それで一個聞かなかったのが、あのアフリカのブードゥー病あるじゃないですか、はい、呪いがすごいじゃないですか、はいはい、やっぱ存在してるんですか、そういった。あの呪いはめちゃくちゃあります。あります。ただそれが国境を越えて通じるかどうかわかんないですけど、はい、そういうグッズとかは全然あるんですけど、はい、偽物とかも多いんですけど、はい、見分けるポイントとしては鳥の羽が付着してたりすると本当に儀式に使ったやつとか、一番怖いなと思ったのは、僕があの呪物市場、あの南アフリカに行った時に、はい、あの軽い気持ちでいろいろ聞いて回ってたんですけど、あの地元のギャングと話してる時に、お前どここれまで取材してきたんだって言われて、その呪物市場の話したら、うん、あそこマジやべえよとか言ってるから、いやそんなやばいやつ扱ってんのって言ったら、そりゃそうだよ、あの人間扱ってるよって、え人間ってって言ったら、あのアルビノのパーツとか人体とかあそこ扱ってるからやべえんだよって、え何使うのって言ったら、やっぱり薬に使うんだよ。うわね、それでうわやっべーってなってたら、他にもね、あそこはもう GPS を切る機械から10まで何でも揃ってるよって言ったから、黒魔術からどんどん裏社会に発展してってて、で市場ってやっぱりそういうの集まる。なるほど。テーマの陰謀論でアドルノクラムってあるじゃないですか。 あれもじゃあゴンザレスさん視点的にはありなのか、どうなんだろう、グレーですか。正直そうじゃなくて も別にそういうものって、周りがそういうふうにそういうものだと思うと、そういう方向の成分も添加していけるんで、あ後付けででもできるし、噂が先行してたら欲しがる人出てくるじゃないですか。だからとあれ超効くよっていうところにやっぱいいものが集まってくるんで、そういうの作られてたりはするんで、後付けも全然ありえない。なるほどね。お腹いっぱいです。やばいっすよね。パンチが重いですよ全部。今日ちょっとえぐいっすね。えぐいですよやっぱ。弥勒様の話もう一回して皆さんに本当言いたいんですけど、俺があの弥勒様の話してる時全員ちょっと半笑いだったんですよ。そんなことない。そんなことない。いや本当にそんなことない。もうマッキーさんすごいいい反応。マッキーさん優しいからもうね。僕はもうオンラインで常に友達とかとゲームとかして
たりして時間を過ごしてるんで、本当にわかります。あ、やっぱそういうね、存在だっていう。佐藤さんに関してはね、若干もうこういう感じになってます。ちょっと魅力様っぽくなってます。背もたれにもうね、腰をね、こうグッてやってたんで、あ、食いつかれてないんじゃないかなって感じがしてました。めっちゃ食いつきましたね。95年。あっと思ったよ。あの、佐藤さんの方から答え出てほしかったよね。理想じゃ、理想じゃ。まさか、マリアム・ゴンザレスか。まさかウィンドウズじゃないかなって思ったんです。ど真ん中で来たなと。ど真ん中で。ストレートだけよな。まさかど真ん中だとはね。まさか思う。まさかね。ちょっと曲げるでしょうと。うん、今日の会話の中でね。そうですね。何もひねってなかったなと。ただ、このね、マジでもこの最近の世の中って、やっぱりその、2020年何年でとかっていう話もさっきありましたけど、すごく急激に変わってるじゃないですか。確かに。いや、本当っすよね。で、そんな中で、2025年とかっていう話とかって、あるじゃないですか。はいはいはい、本当にやばいんですか ?25 年って。結構聞きますよ、うん。あの、僕は3つ聞きました。とんでも都市伝説で言えば、もうめっちゃ災害とか、はい、そういうのが来ると言われてるのが、あの、2025年っていうのが3つ重なってるんですよね。それこそ、たつき亮さん。そう、あれは2025年7月ですよね。僕、実際お会いして、はい、あの、ノートも見て、あれ見ちゃうとガチやんってちょっと思っちゃいますよね、やっぱ。それで、今回佐藤さんに、やっぱ2025年って結構終わりが来るとか、それって実際どうなのかなっていう。行きたい。でも雰囲気的にやっぱそれはありますね。え、なんですか？あります、全体的に。私たちも。あの、GAFA の時代っていうんですかね、はい、アメリカのインターネット企業がもう右肩上がりの成長してきたんですけども、うん、この1年でその世論というのは消えてきてですね。限界があるんじゃないかと。限界っていうのは何が限界なの？これ以上成長できなくなってきてるっていうのがあってですね。企業さん、新しい検索エンジンとかできそうなんですか？できてるんですけども、お互いがもう食い合ってるんですね。もうあまりにも飽和していて、で、Facebook も Google も Amazon もお互いの領域を奪わない限りは成長できなくなっちゃってきてるっていうのがあってですね。それほどネットが成熟しちゃってるんです。2025っていうのが、いわゆるネットの成長が最後の最後に差し掛かってるって瞬間なんで。ネットの成長か。メタバースはまたそれとは別なんで。今回のメタバースとか AI とかそのブレインマシンっていうのはその先にあるものなんじゃないかな。また別の領域の。今までの延長線じゃない。通信器具というか今スマホに集約してるじゃないですか。別の形に変わっていくの可能性が高いと思います。ただあのメタバースとかそういうの入ってくると没入型の方になんかその入っていくアイテムが出ていくのか、うんうん、もう要は板見てるんじゃなくて何かしら別のテクノロジーで入っていかなきゃいけなくなる。そうですね。なんで、まあ、あの板のものが売れなくなってきたってなったら全員違うものを作らなきゃいけないんで、今そのゴーグル型のものもメガネもそうですし、あとそのチップみたいなものもそうですし、時計もそうですし、まあみんな違うところに行かなきゃいけないっていうのは分かっていて、やっぱ限界が25ぐらいなんじゃないかなっていう。でもゴーグルとか時計行っても最終的にはのブレイン型になるんですか？だってイーロンがこの前ニューラリンク発表しましたよね。本格的なのを。そうですね。要は人間のチップ埋め込んで、コンピューターとつなげるっていうことを本格的なのを発表したんですよ。で、それビッグデータとつながれるわけだから、もう勉強とかもしなくてよくない？だからそういう意味では、秩序変わりま、変わるじゃないですか。だって今まで日本のね、勉強授業みたいな、その流れエリートみたいなのもガラッと変わって。そうですね。で、もしその AI とかと自分が融合できるんだれば、頭の良さって概念消えるので。そうだ、私たちが頭いい悪いって格差出るみたいな。全然消えちゃう。変わっちゃいますじゃないですか。知識マウントがなくなる。知識マウント。誰でも絵描けるし、まあ誰でも歌えるしっていう世界になるんですよ。ってなったら、私たちが今まで能力の格差によって、社会的地位って変わってきたのが消える可能性があってですね。じゃあ、能力じゃなくて、イケメンとボスみたいな差しかなくなるってことですか？で、それもバーチャルになってきたら、変わっていじれちゃうので、バーチャル。まあ、そうですよ。リアルなんて関係なくなっちゃうかもしれない。今、社会の中で格差を作ってきた要因っていうのが、もしかしたら全部 AI の力によって消えていく可能性があってですね。能力が、あの、人々の優劣を決めなくなる日が来るので、これはある種の解放なのでね。そこで全然違う社会に。何で比べるんですか？いや、私さっきのなんか、ちょっと言い方悪いですけども、あの、言葉にできないものになるんじゃないかなと。なんか見た瞬間に好きか嫌いかってふんわり私たちあるじゃないですか。直感的な。直感的にはこの人いい人だとか、この人ちょっと嫌だなっていう。はい、さっきの、ちょっと霊感みたいな話も含めて、うん、人間的の、その、言葉で表せないレベルの話っていうのに、もうまた帰っていくんじゃないかなと思いました、ね。要は目に見えないものとか。目に見えないものですね。そうするとやっぱ日本人ってそういうのにこう長けてるって言うじゃないですか。うん、ね、なんかこう四季があったりとか、虫の音が聞こえるのは日本人だけだとか。うん、なんかそうなるとちょっとこう日本人がそういう部分では優位に立ってけんじゃないかなとか。とか今までその社会の中で端っこにいたその占い師とかスピリチュアルって結構なんか馬鹿にされてた人たちじゃないですか。はいはい、だ彼らが逆に、あの、次の社会においては能力で差がつかないので。ってなってきたら、みんなそういう人たちが注目を集めるようになるんじゃないかなって気がしました。やったぜ！やったぜ！来ましたぜ、これ、とうとう。本当っすよ。だから論理の世界が終わって、
て、あと能力とか周備とかそういう話も終わってくるとなとしたら、さっきの昔の私たちの始まりの占いとか祈祷師とか、そういう人たちっていうのがありがたられるから、昔古代の昔古です、卑弥呼の時代とか、みんなストーンヘンジとか作って、なんか太陽神とか祀ってたような感じに逆戻り、 あと AI でも判断できないような、ちょっとこのこっち行かない方がいいんじゃないか、ちょっと今日はやめておいた方がいいな、第6巻というお知らせみたいな、そういうレベルの感度を持っている人たちっていうのがありがたられるんじゃないかなと思います。実際僕その別のチャンネルで佐藤さんがお話ししてる YouTube で、確かにって思ったのが、 YouTube ってバズってればバズってるほどコメント欄が内容に触れてないっていうの、言葉なんか聞いてないんだよ人間ですよね。でほとんどなんとなく好き、声がいい、なんかルックスいいとか、なんかそういうので、なんかいいで見てる人が多いから、その感覚って、俺らって論理で見てる気でいるけど、実はそうでもないってことですよね。うん、もう直感とか。で、コミュニケーションにおいて、言語の占める割って 7% しかないんで。93% は何かっていうと、容姿と、あと声の抑揚とか高さとかが。結局そこなんですか。だから人間って3段階あってですね、最初は顔とか声が心地いいかどうかっていうので、まず受け入れるかどうか決まって、その次に好きか嫌いかっていう感情の判断ができて、最後に会話の内容とか言葉なんですけども、そういうふうに減っていくんですよ。だから私たち言葉みんな聞いてくれてると思ってるんですけども、世の中の人は聞いてなくてですね、私たちの雰囲気とか声とかそういうものがいいからギリギリ聞いてくれる。結局でもそこが大事ってことですよね。要はなんか落合陽一さんポジションの人って大体似たような感じの人ずっといますよね、うん、あの若手有識者の、あの学歴高くてすごい革新的なこと言う人の声のトーンとか、確かに映画大体一緒ですよ、ね、確かに。それでしたら佐藤さんも言われてましたよ早口って言われてました。声が高くて聞きづら、もうちょっと聞きづらかったらみんな聞いてくれない可能性もありますし、私がなんか金髪でなんかヤンキーみたいな、確かに確かに聞いてくれないと思うんですよ。この風貌とこの声の聞きやすいですよね。めちゃくちゃ。そう。でも先ほどの佐藤さんのお話だと、その真実もなくなるわけじゃないですか。うん、いろんなフェイクニュースも出て、だから全部好きか嫌いかで分けら、振り分けられてる、ね。信じたいものを信じて、見たいものを見ると。なるほど、信じたいものね。はい、よりじゃあ真実がなくなっていく。そうですね。でも今結構そうですね。そうですね。常にそうです。今すでにそうですよ、ね。でも自分たちはさ、論理的だと思ってるじゃないですか。思ってる。でも、それは、花から、もし仮想現実だったらこれ自体が結局僕たちも真実なんて見てなくて、信じたいものを最初から信じたってことですよね結局。だから AI が今やってることってのは、私たち人間社会がどうなってるかっていうのをもう一回暴いて、あの再構築してるだけだって、何ら私たちとは変わりはないんですよね。いやー、ちょうどお時間、いや、これほど名残惜しい場所ないですねマジで。いや、すごい、なんか、毎回都市伝説話されるごとに、なんか最後すごい深いところで着地するんですよね。いや、まあ、これが一応、直木マンションですから。ああ。雰囲気いいな、本当に。さすが。なんかね、人間は結果、信じたいものを信じて生きているっていう。そこがなんか最後すごい刺さったな。刺さりますね。いや、今日、本当に皆さんちょっと、とんでもなく、パンチの効いた深い回になったんですけど、また今後ね、続けば、ぜひね、まあメンツとかいろいろ変えて、いろんなテーマ決めてやっていきたいと思うので、いや、みんな本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやー、本当に。一個だけいいですか、はい、なんか最後メンツ変えてってのが気になったんですけど、はい、2回目会った時に俺だけいなかったら本当に教えてください。やっぱり魅力菩薩かっていう。やっぱりそうかっていう。ね、あの後ろに弥勒様として置いとく、ちょっとポーズ取らせてここにね、喋んないよねその人ね。よりもダメこっちの方が。あ、そう。いやいや、そんなことないです。島田さん本当に助かりました。本当によく言いますよ。いやいや、本当に本当に楽しかったです。いや、本当にありがとうございます。皆さん、いやー、まあそういった感じで終わりたいと思います。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。